おー、なんかカビゴンがマジだ。本気と書いてマジと読む。次の島もだいぶでかいな。裏々島。ん？島って何個あるって言った？ 4 つ？おー、到着。え、ここは和風な感じの島？いいね、いいね。好きよ、好きよ、そういうの。あ、めっちゃ素晴らしいやん。あ、いい、いい、いい。こういうのいい、いい、いい。あら、やった。わーい、上陸。早速駆け出していったし。早い、早い。裏々島って、また雰囲気が違うね。ねえねえ、アイナ、ポケモン勝負しようよ。なんで？え、なんで？ポケモンたちに新しい空気吸わせたいもんね。ほら、お互いのポケモン元気にするからね。もう有無を言わせんやないか。早速。よっしゃ。さあ、ハウのポケモンは一体どれぐらいまで強くなった？お、ポケモンが3匹になっている。あ、ライチュウに進化しとる。かわいいんですけど。ね、尻尾に乗ってないあのライチュウ。尻尾に乗ってますよね。え、ライチュウ、あのライチュウめっちゃ可愛くない？え、あれもなんかアローラ仕様のライチュウですか？え、よね、絶対そうよね。とりあえず、いけ、ガーディー。ポーン。え、早速サイコキネシスを覚えさせたね。船の中で。一発なんですけど。一発なんですけど。マジか。あのさ、私、あとさ、電気に弱そうなポケモンしかいないんだけど、カビゴンは大丈夫か。よし、行くぞ。のしかかり。ほら、なんかすごい可愛くない？なんやろ。今までの普通のライチュウやったら多分ね、尻尾が茶色かったと思うんやけど、気のせいかな。あと耳も茶色かったはず。お、カビゴンがレベル35。イエーイ。新しくギガインパクトを覚えたい。あ、これもしかして。あの、カビゴン Z が使えるようになるやつ。よし。とりあえずギガインパクトは持てる力を全て使って相手に突撃する。次のターンは動けなくなる。威力150とか最高やん。じゃあここは、のしかかり、あー、でも、PP5 しかないんや。ってことはどうしようかな。いびきとかいらないんじゃない？まあ、寝とるときに技が出せるっていうのはいいんやけど、まあ、とりあえず、1、2のポカン。カビゴンはいびきの使い方をきれいに忘れた。そして、カビゴンは新しくギガインパクトを覚えた。あー、今すぐカビゴン Z を、カビゴン Z を持たせたい。リーフィアって何？ポケモン。そのままでいいよ。リーフィアって EV の進化系？草タイプってこと？リーフやんね。へえ。じゃあちょっと早速今覚えたばっかりのギガインパクトを。へえ。ってことはもうあれか。EV の進化系だけでも、すべてのタイプ、をこう網羅できるってことかな。え、これで私は次のターン動けんねよね、カビゴン。いいな、リーフィア。超かわいいやん。さあ、あとのしかかり一発でいけるはず。あ、やべえ、じわじわ回復されよるよ。いけ、カビゴン。のしかかり。ぺっちゃんこや、ぺっちゃんこ。おっしゃ、オッケー。さあ、じゃあ最後は私、いくよ。お、ピカチュウがレベル34。新しく放電を覚えたい。放電ってどういう技？放電。まばゆい電撃で自分の周りにいるものを攻撃する。麻痺状態にすることがある。あ、じゃあこれは、覚えさせるべきでしょう。天使のキスって何やった？あ、混乱ね。じゃあこれを忘れさせよう。1、2のポカン。ピカチュウは天使のキスの使い方をきれいに忘れた。そして、ピカチュウは新しく放電を覚えた。オッケー。さあ、ニャヒートやろ。ここはもう、もちろんアシレーヌで、入れ替える。そして最後は、水 Z で行くよ。あれやね。ハウのニャヒートはまだ最終形態までは進化してないんやね。よし、Z パワー。いくよ。一発で仕留めてやる。ニャヒート出てきたところ悪いけれど、速攻でやられてもらうよ。Z パワーを体にまとった。全力の Z 技。スーパーアクアトルネード。いけい。よし。イエーイ。効果は抜群だ。やったね。ごめんね、ニャヒート。君も可愛いんだけど。お、アシレーヌがレベル41に上がった。新しい技とかはないんか。アーケンはレベル25に上がった。お、アーケンは新しくファストガードを覚えたい。それは、防御力アップかな。ファストガード、格闘系や。自分と味方を相手の先制攻撃から守る。どうやろう。怖い顔ってどんなんやった？あー、素早さをガクッと下げる。じゃあ、怖い顔を忘れさせて、ファストガードを覚えよっか。1、2の、保管。アーケンは怖い顔の使い方をきれいに忘れた。そして、アーケンも新しくファストガードを覚えた。やったー、ハウとの勝負に勝ったよ。わー、息詰まる戦いだったー。新しい空気を吸わそうというのに息詰まっちゃダメじゃん。わー、息詰まる勝負で新しい空気吸えなかったよー。博士に会うんだよね。確かマリエ庭園だっけ。なんでマリエ庭園なんだろう。まあ行けばわかるさ、だよね。早い早い。裏々島到着。新しい島図鑑を追加だろ。どんなポケモンと出会えるか、アイナにかかっているろ。マリエ庭園、どんなところなんだろうね。ここはマリエシティ、オリエンタルな趣。いいね、いいね、素敵やね。旅をするなら、乗船所、安心の船旅をどうぞ。いろいろとうろついてアイテムが落ちていないかどうか。こういうとこってなんか落ちてそうやん。なんか325がおったよ、325が。え、野生っすか？海見。なんか人おらんけど。大丈夫？あの子。迷子じゃない？325保護せないかんポケモンの一つじゃなかったっけ？はい、それじゃあ、回復は大丈夫？私。ポケモン。あ、ちゃんと回復してくれとる。まあ、とりあえずポケモンセンターでちょっとお話を聞いていこうかな。あの子は一体何してるの？ポケモン交換とか？マジ？ミラクル交換でミュウツーが来たんだけど。何それ、本当にミラクルだな。ね。お姉さんと話がしたいんだが。何にもしないでダラダラして過ごす時間に美しいものがあるのね。何それ。ダラダラしてる自分を正当化してるだけじゃないかな。ポケモンって進化した時来た進化したって思うの？さあ、ポケモンの感覚はわからない。裏々島は広いからね。ライドポケモンだけでなくて、バスに乗る人も多いよ。へえ、バスとかも出ようんや。私も乗れるんかな、バス。この辺タクシーとか違うよね。マリエ庭園、歩いて楽しむパラダイス。パラダイスやって。マリエと言ったら庭園がおすすめなんだって。なんでそんな観光名所に呼び出されたんやろ。おー、いいねー。マリエ庭園。注意書き看板がちょっと邪魔やけど。あのね、マリエ庭園にはお茶屋があるんだって。俺、架け橋から探すから、周りから探してみて。探すのは、博士じゃないのかい？あ、これ踊り鳥やないん。ねえ。エンロと、博士はどうだろう？どこだろう？ほんとよ、博士を探せよ。ここではリザードン以外のライドポケモンに乗るべからず。へえ。あれはガーディーかい？マリエ庭園の全体図、何かモチーフがあるらしい。モチーフ、全然わからんけど、こっちのでっかいマップで見たらわかるかな。あ、なんかのポケモンかたどっとるような気も、せんでもないけど。ん？これもなんかのポケモン？違うんか。作り物かな。この辺にもなんか置物みたいなのあるけど。宿。ほら、宿ものんびりしようよ。って、のんびりしてるか。だって宿んだもんね。ん？トレーナーなの？ここにもトレーナーいるのね。よーし、記念撮影だ。君、ちょっと負けてくれよ。嫌やし。なんであんたの記念撮影に付き合わんといかんの？勝ったぞっていう記念撮影。観光客の道高が勝負を仕掛けてきた。やっぱり何回見ても女の子みたいな顔しとるな。お、ペルシアン。これは普通のペルシアンか。多分、アローラのニャースが進化しても、なんか、違った感じの仕様のニャースになるよね、きっと。いけ、アシレーヌ。ああ。ああ。歌方のアリアだ。あ、そうそう、カビゴン Z を持たせんといかんのよね、そういえば。おっしゃ、一発。イエーイ。ペルシアも可愛いよね。あ、2匹持っとんや。ガラガラ？いや、そのまま戦うよ。だって効果抜群だもの。お、これも普通のガラガラや。よっしゃ、歌方のアリアいけ。バーン。あれはね、アローラのガラガラの方がちょっとなんかかっこよさが出とんかな。かっこよさというか、おしゃれさというか。なんだって？なんだって？負けたーっていうツイートをしておきなよ。食べ先で調子乗ってました。反省反省。てへ。絶対反省してないやろ。じゃあ、ちょっとどこだ？あ、カビゴン Z。ほら、効果あり。使います。カビゴン Z の Z パワーをポケモンに与えて、カビゴン Z を持たせます。ノーマル Z はちょっと取り替えましょう。よし、オッケー。これで次から使えるよ。ギガインパクト。この辺もなんか出そうやな。はっ。お、普通に通り越せた。この辺なんかありそうじゃない？釣り。そういえば今まで釣り成功したことないよね。なんかアイテムならゲットできたんやけど、全然釣れんし。くそー。この辺のポケモンは一体何がおるんやろ。あら、チュリネ。チュリネじゃないか。よし。アユナはグラスシードを見つけた。何グラスシードって。この辺なんか、リザードン以外のライドポケモン乗っちゃいかんっていうのがちょっとね。くそ、さっきは駆け抜けれたのに。あら、ニャースじゃないの。てか結局目的地とかは別にないんか、ここ。なんかその、お茶屋さんを探せばいいんやろ？何しにやねん。あ、こっちも行けるんよね。私は、この周りから探せと言われたから。何これ？あ、なんか女の子。今日はポケモンの日。ポケモンの日？なぜ？園児のほのかが勝負を仕掛けてきた。この手の短さよ。かわいい。あ、PやP。いいな、いいな。私もP欲しい。しかも園児が P をレベル26まで育てるという。すげえな。日系バブル光線。一発。なんか P、P、ピクシーって進化していくけど、平気です。P と一緒だから。ピクシーってなんかちょっと体長いよね。若干。いざという時はお家まで P に送ってもらいます。P に送ってもらう？道案内ってことかな。お、あっこにも。だって乗れんもんね。お、アイナはゴージャスボールを見つけた。なんだゴージャスボールって。何無駄に高いのか？なんか人が水の中におるような気がするんやけど。気がするだけじゃないよね、きっと。あっちの方にもなんか落ちてそうやな。ラプラスで渡りたいわ。まあ、ラプラスで渡ったところで、水の中のポケモンとか現れそう。お、ニョロも来た。ニョロも来たよ、ニョロも。ニョロゾは持っとんやけどね。ニョロも持ってないから。てか、思ったよりでかいな、ニョロも。ここはカビゴンで。さあ、出ておいで、カビゴン。手加減でギリギリ止めてね。いやー、ニョロも可愛いわ。あの唇がいいよね。ぽってりした感じ。雨が降り始めた。これで水タイプの技が。戦う。手加減。さあ、行け、カビゴン。よし、いいぞ。ああ、助けを呼ばないで。誰も来ないで。よっしゃ。さあ、ここでスーパーボールを。いけ、スーパーボール。さあ、捕まっておくれ。あれをね、ニョロゾからニョロボンは通信交換でしか進化せんかったよね、確か。おっしゃ、来た。やったー、ニョロモンを捕まえたぞ。イエーイ。よし、これで新たにポケモン図鑑に。ニョロモンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。今持っとるニョロゾよりもレベル高いんやなに、もしかして。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ニョロもおたまポケモン。まだまだ歩くのが下手。トレーナーになったら毎日歩く訓練をしてあげよう。あれっていうかさ、なんか、3段階しかなかったやん、今。ニョロも、ニョロゾ、ニョロボンってしかなかったやろ？あれ？ニョロトノっておらんかったっけ？おったよね。カエルになったニョロトノっておったよね。それは何？含まれん、出てこんの？これには。庭園の池の秘密、一体何だろう？あ、ほらほらほら、なんかポケモンが描かれてるよ、ポケモンが。でも何のポケモンだかは全くわからない。でもあれ尻尾やろ、尻尾。何の尻尾やろ。ここやない、ちゃや。博士おるやん。ちょっと待ってね。あの水の中におった人に先に話聞いてこよう。チラッと博士が見えたけど。ちょっと待ってね。あれ、トレーナーかな？もしや。トレーナーじゃない。綺麗な水ですね。水の中のポケモンも岩陰に隠れているのかな？通せよ。こいつ、通してくれない。あ、ここからまっすぐ渡れるんじゃないかなと思うんやけどさ。私は私でこっちからやっぱり行かんといかんのかな。さあ、次は誰だ？あ、またしてもニョロもやん。よし、もうあとはバシバシやっつけていこう。よし。じゃあそろそろ博士のもとへ。ところどころに置いてあるなんか黄色い置物は一体何やろうね。あ、ハウに知らせてあげた方がいいんかな。そこにおるやろ、ハウ。ハウ、こっちにあるよ。違う。あのね、聞いて。聞いて。ここにお茶屋さんあるから。まあいいや、先に話しかけるよ。どうもどうも。何あれ、ソフトクリーム？あ、ククイ博士。お、来たし、ハウ。お、なんだい君たち、いい顔してるな。ん、あ、ここに道具が落ちてる。すごいことでもあったのかい？すごかったです。あのね、博士、あのね、ウルトラホールが開いたよ。で、ウルトラビーストが本当にいたんだよ。バーネット博士に教えてあげて。すごいね。ウルトラホールにウルトラビーストだって。よーし、それじゃあなおのこと、島巡りで鍛えておかないとね。いつかウルトラホールの先に行けるようになるかもしれないしね。よし、次の試練は、小倉に岳のてっぺん。バスで行くからね。10番道路のバス停においでよ。博士、お先にどうぞ。マラサラショップに寄るのが俺なりの島巡りなの。なるほど、わかった。じゃあ、あゆな、バス停で待ってるぜ。なんか、ハウはハウでしっかり観光もしようんやね。あゆな知ってる？何を？小倉に岳には天文台があるんだよ。俺、天文台が何なのかちっともわかってないけど。じゃあねー。星を見る場所だよ、天文台は。なんかバカっぽいな。かわいいけども。マリエシティってどこか上都地方を思い出すんだろうと。こうなん？なんで？だからなのね。なんとなく異国情緒な感じなの。何がだからなのねかがわからない。譲渡から来た人たちが作った庭園だってさ。へえ、そうなんや。お、怒りまんじゅうを見つけた。これはお客さんが落としていったものじゃないの。お茶屋さんのものじゃないのかな。ん？他にお客さんはいらっしゃらないっぽい。なんかその辺にも落ちてないかな。この辺とか。いや、何も落ちてないな。あ、こっちの方にもなんか人おったよね、さっき。ほらほら。何を探してるの？トラベルをしてると全てを見せたくなるの。全てを見せたくなる誰に？しかもなぜ英語で言ったトラベル？観光客の明かりが勝負を仕掛けてきた。お、2匹持ってるね。お、普通のラッター。久々に見たよ、普通のラッター。もう恋しいよね。アローラ地方のブサイクなラッタしか見てないからさ、しばらく。行けや、シレーヌ。バブル光線。おっしゃ、一発。さあ、次はどうだ？コラッタか？いや、でも2匹目にコラッタじゃあれよね。お、アーケンがレベル26に上がった。おお、ライチュウ。それは入れ替えます。さあ、何を出そうか。ガーディーで。でもガーディーさっきライチュウに一発でやられたっていうトラウマがね。え、ライチュウ相手やったよね、あれ。あ、ほらほらほら、やっぱり全然違う。あ、尻尾は茶色くないね。あ、でもなんかどうやろ。こっちはこっちですげえ可愛いな、やっぱり。ね、やっぱり元のライチュウも可愛いよね。ガーディー耐えて、炎の牙。おし。いや、ここはもうカビゴンで行こう。ガーディー下がって。さあ行け、カビゴン。あれや、なんか、アローラ地方のライチュウの方が、ふわふわしとるというか、なんかちょっと可愛いっぽく描かれとるよね。おし、ここで。ギガインパクト。あ、Z 技使えばよかった。あ、動けねえ。ということで。さあ、行くよ。本気を出す攻撃。ライチュウ相手に。あー、カビゴン動けない。お願い、麻痺を解けて。お願い、麻痺を解けて。いける？お、いける。お、めっちゃ寝転がってるけど本気出せるの、本当に。さあ、全力の Z 技。お、ふわ、目が光った、怖っ。本気を出す攻撃。おー、なんかカビゴンがマジだ。本気と書いてマジと読む。いけー。なんかさっきのペコっていう音がすごい間抜けやけど。おー、いいね、いいね。カビゴンが若干かっこよかったよ。若干。すべてをさらけ出したわ、ポケモンのすべてを。自分ではないのか。まあ、自分は今なんかちょっとすごい作っとったよね。帰国すると気持ちが沈むの。ずっとトラベルしてようかな。それは現実逃避というんじゃないだろうか。こっちにもなんか落ちてそうよね。とか若干思うんやけど、どう？あ！不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。よし、いい感じ。いい感じに集まりうる。でもって、この島でなんかどっかに行くんやったよね。どこかしらに行って、なんかその、誰やっけ？ジーナさんやったっけ？全然名前違うかもしれんけど。なんかその人に報告するんやろ。この先になんか建物がある。建物は関係ないんか。お、大きなキノコを見つけた。うん、この建物は別に関係ないっぽい。入れるんかと思ったし、一瞬。ここはニョロモだらけなんだな。よし。なんか10番道路？ 10 番道路で、バスに乗るって言ったっけ？さあ、向かおう。ハウはマラサダを買いに行ったらしいけど、一体どこにあるんやろマラサダショップ。よくそんなすぐに見つけれるよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。